ストの発見動画チャンネルの吉田勤です。今日は八王子球場にやってきております。中央大学附属の杉並高校と東海大菅生高校です。ちょうど今最初のバッターが一塁に出塁したです。三塁手がファンブルを起こしましたので、この出塁をしたところですが、記録がヒットになったのかエラーだったのかちょっとよく分かりません。とにかく今一塁にいたところです。2番バッターはバントの構えです。まだ選手の名前はこの段階だと出てこない状態です。中央大学のスタンドが非常に大きな盛り上がりを見せているところです。バントの構えです。次の試合の皆さんたちが登場してきます。一塁が三塁側のスタンドです。この中大学杉並は先日私の地元の都立小学校を勝って上がってきたところです。ツーストライクになってます。スリーボールになってます。スリーボールツーストライクです。ボールになりました。ノーアウトで1塁になりました。中大卒チャンスが来てます。さあここはバントで進塁させるだろうと思います。1回の表の攻撃、中大学チャンスを迎えています。ファールになりました。今日は八王子球場、曇り空で比較的しのぎやすい天候になっていますが、湿度は高くなりそうです。三塁側は中大学杉並高校と一塁側はこの後攻めの東海大菅生高校です。強豪と言われています。さあここはバントが成功するか。セカンドに牽制しました。セーフ。ちょっとこの入り込みが遅れた感じでしたが、この下から入っていたようです。戻りました。せっかくのランナーですからここで潰しようではいけません。さあバントの構え、今度当たった。三人が投げられない。ファーストに投げます。今このバントで二塁三塁に進塁しました。三塁側から大きな拍手が起きます。中大学杉並附属高校です。さあ1回に得点の好機が訪れました。内野手が集まります。さあ4番バッターがこれを得点につなげるかどうか、ぜひとも頑張ってもらいたいと思います。
相手は強豪ですので出るときに点を入れる、そういうスタンスでやってもらいます。三塁側の応援席非常に盛り上がってます。さあ行けるか、ワンアウトです。さあ行け、ボール。ああ空振りです。強振しました。まあ、東海大は向こうのおそらく投手を揃えてきてるでしょうから簡単には打てないと思います。さあ行け、いった、あったいたいた、抜いた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 、三塁線のこの強烈なライナーで襲いました。ツーベースです。大きな手を挙げます。4番バッターです。2点を先行しました中央大学です。単行で収めたいと思います。ワンアウトの段階で前ぐらいにこの三塁線入ってきました。2塁打が出て2人を返しました中央大学です。